はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、セブンペイについてのメリットやデメリットなどということで、今回お題の通り、セブンペイについてのデメリットやメリットについてお伝えしていこうと思うんですけども、まだアプリが配信される前なんですけども、現時点で僕が思うことをざっとまとめてみましたので、見ていただければと思います。まあそもそもセブンペイとは何ぞやということで、簡単なおさらいなんですけども、セブンイレブンが提供する QR コード決済のシステムで、7月の1日から使えるようになってます。で、あとは7個ポイントとの連動も可能となってます。で、一応ですね、前回の動画でもセブンペイの登録などについて説明した動画があるので、下の概要欄にリンクを貼ってますので、そちらも後ほどチェックしてみてください。それでは早速、まずはデメリットからお伝えしていこうと思うんですけども、使える店舗が今のところセブンイレブンのみということですね。まあ一応全国のセブンイレブンっていうのは約2万店舗以上あると言われてるんですけども、これはこれですごく便利だと思うんですけども、けど冷静に考えるとちょっと限られすぎてるかなというふうに思いました。まあ、多分今後の展開としたらセブン&アイのグループに関連するお店で使えるっていう可能性はありそうな予感はしますね。まあ、次は地方銀行、ネット銀行口座などの他の銀行口座からのチャージができないということですね。まあ、現時点ではご覧の通りクレジットカード、デビットカード、セブン銀行口座、セブン銀行 ATM、 7個ポイント、レジで現金チャージという方法なんですけども、まあこれからセブンイレブン以外のお店で使えるようになった時に、まあ他の銀行口座からチャージができないとなれば、まあちょっと不便には感じますね。あともう一つは還元率が低いということですね。他の折り紙ペイ、ラインペイ、ペイペイなどのキャンペーンの時を含めて大体 3% から 5% なところが目立つんですけども、それに比べるとセブンペイは普通の還元率が 0.5% で、まあキャンペーンの時でも 1% っていうのが、これは少し寂しさを感じますね。まあこれに関しては、どこかのタイミングで、キャンペーンなどのタイミングで何かこう仕掛けてくるっていうのが何かポイントとなりそうな気がしますね。ここからはメリットなんですけども、まあ先ほどお伝えしたこのチャージ方法が多いということなんですが、まあ先ほどですね、まあ散々他の銀行が使えないということを言ったばかりなんですけども、まあセブンイレブンに特化してるとはいえ、チャージ方法に関しては、まあ多いプラス気軽に使うこと、行うことができるということですね。次に7個ポイントが貯まるということで、今回のセブンペイに関しては200円ごとのお買い物で17個ポイントが貯まります。これまでの7個ポイントを継続して利用することは可能ですが、まあ気をつけてほしいのは、7月1日以降は100円ごとに1ポイント貯まっていたものが200円ごとに1ポイントに変更されていますので、こちらはお気をつけください。で、あとは登録がめちゃくちゃ簡単ということで、以前動画でもお伝えしたんですけども、とにかく登録が簡単なんですよね。セブンイレブンのアプリを事前に入れて登録をしておくと、あとはそのアプリの中でセブンペイを使用することについて同意っていうのをすればすぐに使えるので、まあ使い始めに関してはかなり簡単にできると思います。まあ、ということで今回はですね、セブンペイについてのメリット、デメリットについてお伝えしました。まあこれに関しては、現時点ではまあセブンイレブンの利用頻度が高い方向けになってますけども、今後ですね、サービスが大きくなるにつれてまあ変化しそうな予感はかなりあると思います。またそのアプリがリリースされてからも、改めて僕が感じたことなど、まあ動画にまとめていきたいと思います。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。